で元々最初はカッコ内がアルファベット表記なところをカッコ内をカタカナにしてということでカタカナに書いてくれました。山中です。今回はチャット GPT に架空の値を作ってもらう方法を紹介します。今回の方法は 私がお世話になっている税理士井上洋一さんの2023年3月3日のブログ記事を参考にしております。で、私山中が試してみていいなと思ったのはこちらの3つです。架空の人名をランダムに10個作ってもらう命令です。それと架空の会社名を10個。で、最後に架空の人名と架空の会社名を日本語表記で10個表形式で。この表形式っていうのがすごくいいですね。 で、架空の会社名には株式会社か合同会社を前後に適当につけてというものです。実際にやっていきます。架空の人名をランダムに10個、チャット GPT で、で、こちらチャット GPT で、架空の人名をランダムに10個で出していってくれてます。あ、いいですね。括弧内がアルファベットなので、カタカナにしてだとどうですかね。 はい、こんなふうに名前をランダムに作ってもらってでもともと最初はカッコ内がアルファベット表記なところをカッコ内をカタカナにしてということでカタカナに書いてくれましたこれ便利ですよねじゃあ次いきますねはい次架空の会社名を10個おおすごいですねはい こんな風に出してくれました。じゃあ、株式会社か合同会社を前後に適当につけてもらいます。はい、こんな感じですね。架空のデータ、ダミーデータを作るときに自分で考えなくていいのがすごく楽ですよね。じゃあ最後はこちらです。 架空の人名と架空の会社名を表形式。エンターですね。うん。すごくいいですね。人名と会社名。で合同会社、株式会社が適当についていてっていう感じですね。じゃあさらにリクエストしてみます。じゃあ番号、振り場もつけてもらいましょう。 番号もつけて、で、エンターですね。はい。で、番号が1、2、3、4、5、6、7、8なので、これもちょっと変えて加工してみましょう。形式を指定するわけですね。番号は00の形式。で、すると表形式でロ0 01ですね。 ああ、00にすると、一番最初が00になっちゃうんですね。これ良くないですね。なので、01の形式が良いんですね、多分あ。はい、こんな感じですね。ということなので、3桁の番号にする場合は、これが1ということは、 ここも001の形式が正しそうですね001にしたのに0001になってるのはおそらく元がこれだからでしょうねこういう時にはでどうでしょうかね そうですね、正しく001から 010OK、OK、ですねじゃあさらに売上金額もランダムに追加してもらいますはい右側に売上金額円が追加されましたねでさらにリクエストを深掘りしていきましょう こんな感じで金額を100万円から1億円の範囲でランダムですねはいもっとシンプルに見やすく加工していきます 100万円の桁を四者五入とすると右側ですねこちら、まあ、ちょっと見やすい数字になりましたはい終わりました以上が実践例です今回は井上陽一さんのブログ記事 山中和志がお世話になっている税理士さんのブログ記事を参考にいたしました。2023年3月3日金曜日のチャット GPT 活用事例架空の名前、会社名、金額、数字、会計という記事です。もし架空の値を作ってほしいときには、この動画を参考にしていただけましたら幸いです。もし質問や相談がありましたら、説明欄のコンタクトフォームから山中和志へ連絡していただけます。 今回も動画のご視聴ありがとうございます。それではまた。